出会いはね、2人とも横浜出身なんですけれども、小学校の6年の頃にね、出会いまして、はい、あ、そうですね。それで、じゃあ一丁音楽やってやろうと、やってやろうと思ったのは高校の3年くらいですね。それまでこう2人で学校でこう会って歌ったりはしてましたけども、音楽をやろうって本格的に思ったのが高校3年の学園祭みたいな時です。